はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月の27日10時9分です。ちょうどね、今石棚ライブの生配信しながらね、今お茶飲んでたとこです。で、今日はね、アイビデオの情報になります。まあ、これもしかしたら速報になるかもしれないんだけど、その信憑性を確認するために、まあ、ちょっと今しばらくずっとね、確認作業をしていました。で、どうもね、本物らしいので、この動画に残したいと思います。今回は男な情報になります。で、今元気なおじいがレンタルしてるこちら 603HW、 これね、Y モバイルね、通常モードでは7ギガ使ったら終わりです。ただアドバンスモードというのがあるので、そのモードを使うと無制限で使うことができます。ただし3日で10ギガの、縛りというか、10ギガ以上使えないわけじゃないんだけど、3日で10ギガ使ったら翌日の18時から翌2時まで 1Mbps の速度制限があります。ただ実際その 1Mbps の速度制限は使い物になる速度制限なので、まあ、よっぽどのことでない限り、あんまりね、困ったってことにはね、ならないと思います。それでね、この情報なんだけれども、今回はね、こんな投稿をいただいてます。はい、ピロリン、こちら。いつもアイビデオ社関する情報を提供し、ありがとうございました。アイビデオ社の 603HW は1円で1ヶ月体験できます。ということで、そのね、リンク先をね、見てみました。で、そのリンク先を見てみると、はい。ちゃんとね、アドレスのもそうなんだけども、ジャパニーズ Wi-Fi のね、番号のところにあるんで、うん、本物だね、これね。本物の情報です。これね、アイビデオから、ね。このようにね、よいしょっと。603HW お試し価格1円って感じでね。で、ちゃんとここね、これね、月額プランでレンタルするで1円になってて、ここから進むと、ちゃんと注文ができるようになっていることを確認いたしました。これね。それでこれね、603HW の情報は、E メールの方、メールは、メルマガと、あと LINE の方でも、603HW が登場とかね、こうやって毎回毎回情報は来ています。で、502HW の1円キャンペーンの情報も、まあ、合わせてね、来てます。あとは海外のお得な情報とかそういうのもね、来てて、で、最近のやつとかちょっとしばらく前までチェックしてみたんだけど、おじいが受け取った情報の中にはこの 603HW の情報っていうのがね、ちょっとなかったので、見落としってわけじゃないと思うんだよ。で、もしこれが今まで発表されてたんだったら、誰かが言ってるよね、 603HW 1円キャンペーンね。で、言ってないので、多分これ本物かなと思って、中の人かなと思ってね、これ言ってくれたのが。うん、ね。ね、城志傑さんね、まあ、ちょうど1時間前なんでね、受け取ったのが30分ぐらい前に確認したんで、まあ、いつもアイビデオ社関する情報を提供し、ね、ありがとうございました。ございましたって、ましただと終わっちゃうんで、このございますでいいんだよね。ございましただとね、終わっちゃいましただから、まだこれからもね、続けようと思ってるので、俺は終わらないようにしましょう。ね、まあ、60さんもね、切り切らせていただいております。ね、そうだね、体験できます。多分これなんだけど、おじいが思うに、うん、おじいが思うにね、まあ、おじいとアイビデオの出会いっていうのは、日本のね、日本の支社っていうんだよね、一応ね、まあ、本社が台湾、日本の支社の、そこのトップの方がね、
やっぱりこういう日本の、ね、市場調査でネットの中も見ながらね、まあ、今どういうふうになってるのかなって、でライバルの会社の情報も見ながらね、やっぱあちこちにアイビデオっていう名前をね、頑張って広げようと、まず最初の口コミの第一歩をね、知るために、まあ、元気なおじいを含めてね、いろんな方の、レンタル Wi-Fi ね、紹介してるとこ、まあ、ぶっちゃけ富士 Wi-Fi だよね。富士 Wi-Fi ネタ扱ってるところにね、やっぱりアイビデオですねみたいなね、お得なアイビデオもありますよとかね、まあ、さりげなく広報の宣伝から始まってね、まあ、そこからつながりがあったんだけどもね。でね、まあ、今回はね、多分ね、まあ、それ関連だけど、これ海外からかもしれないしね、おじいのね、YouTube 見ると、今おじいほら17ライブやってるじゃん。で、17ライブのプロフィールのところに YouTube のリンク貼ってあるんだよね。だから台湾からね、見てくれる方もいると思うんだけどね、まあ、本社の人が見ててくれたらね、非常にありがたいことだと思うんだけど。どうかな、本社の方ね、本社の方だったらね、ウェルカムだよ。ね。ニハオンマ、ね、お元気ですか？ね。あがーってやるんだよ。最初はね、ニハオンもいいけどね、あがーって感じだったらね、可愛らしく。それもいいそうです。まあ、これ本当、あれだね、この情報が多分、今週の、まあ、今日とか明日とかの LINE の方で、キャンペーンが始まったお知らせをがあるのか、メールマガジンの方でね、このキャンペーンがスタートするのか、はたまた3月から開始するキャンペーンの内容として準備していたものなのかね、あとも元気なおじいのこのサイトを見てる方のためにね、試したい方にあるのかね、まあ、それはないだろうけどもね、まあ、どのみちこれね、本物の情報ということが確認できました。で、この603HW の1円レンタルがちゃんとできます、本当に。で、502HW と同じ条件になっております。それは1円レンタルなんだけれども、送料ね、事務手数料はね、加算されてないから、いただきましたと書いてあるんだけど、決済上はないから、多分送料の往復だけで本当に1円で貸してくれると思うんだよね。541円だと思うんだけど、多分ね、仕方ないごめんね、1081円だったら。で、それは、新規登録のクーポンは使いません。で、例えば、元気なおじいがこの1円キャンペーンで、ね、こうクーポンとか水曜日の割引使ってやろうかなと思っても、おじいが前説明したやり方は、去年までは通用したんだけど、今は通用できなくなってます。502HW、この603HW の1円キャンペーンは、新規登録のクーポンは使えない状態になってて、本当に1円プラス送料プラス事務手数料ね、ということになってますね。それでね、これね、このね、でも、ありがとうね、これ本当ね、どんな方が、でも多分どっかで前出てた情報なんだとしたらね、利用者さんかもしれないけど、まあ、大体片言で教えてくれてるからね、まあ、何かしら関係者の方なんだろうね。で、ここからちょっと皆さんじゃなくてね、このジョー、ね、しけちさんに、プライベートメッセージをね、させていただきたいと思います。ジョーさん、この、まあ、作成した再生リストの中にさ、せめて元気なおじい、ちょっとこう、なんかこう、一個入れてくれるとかさ、ジョーさん。ここのさ、おいしょ。このね、登録チャンネルのところに、これね、この登録チャンネル、これね、ここにさ、元気なおじい、入れようよ。ね、ジョーさん。ほら、まあ、長崎観光とか、ここら辺、長崎はね、ありがたいし、まあ、ここら辺はいいんだけどさ、元気なおじいも、登録しようよ。ね、これ石川さんとか好きなんだね、こういうのはね。この中にさ、まあ、高く評価したら、元気なおじい入れようよ。ほら、こんだけしかないもん。で、もしね、
アイビデオの中の方だったら元気なおじい登録しようよ、ね、おじい日本で一番アイビデオ愛好家だと思うよ、うん、日本で一番アイビデオをね推してるユーザーさんだと思うよ本当ね、うん、おじいよりねアイビデオ PR してる人いないと思うよ本当ね。お付き合いの始まりはね YouTuber の1ヶ月ね無料で使って宣伝してよなんだけど、その1ヶ月使ってねお試しっていうか、おじいその時同じものをお金払って富士 Wi-Fi 使ってたんでね、処置を解約してから1ヶ月借りたんだったらね、まだ近道っていうかね、ありがたさがあったけど、重複してたんでね、同じサンマリオ ZT 重複して、お金払った富士 Wi-Fi を使わないでアイビデオ使ってるんでね、うん、あんまりね、メリットがない状態で、で一生懸命やってたんだよ。うん、おじい自信あるね、今までの過去の中で、そうやってなんていうの、こう、釣ったっていうのかな、YouTuber 企画からないからね、お試しで、ね、釣った人の中でね、一番長く、情報をね、アップしております。ね、せめてね、元気なおじいのチャンネル登録しようよ。うん、罰当たるよ。以上です。はい、じゃあね、画面戻そう。よいしょ。あ、そうか。もう戻してたんだね。まあ、そんなわけでね、元気なおじいのチャンネル登録よろしくお願いいたします。ね。まあ、早く某 S チューンさんにね、近づきたいんで、どんどん離れていっちゃうんだよね。うん、頑張って、追いつかないと。台湾で広げて。ね。ジョーさんだよね、確か。ジョーさん。うん、ジョーさんだよね。ジョーさん、ね、ジョーさん、台湾のいろんな人に元気なおじいチャンネル登録してくれるように言ってくれる、ね、いっぱい応援してチャンネル登録、ね、いっぱい広げて、ね、ジャパニーズアイビデオなんだろうね、ライクユーザーってなんかしゃって、それ英語か。中国語だと何て言うんだね、なんか分かんないけど、伝えてくれる？ジョーさん。ね。おっしゃら、おじいもね、アイビデオの歌作るから。うん、ジョーさん、アイビデオが長いのね。そうよ、おじいも長いよね。やっぱりアイビデオしてね、うん、なんかプロモーションビデオでも作るよ。まあいいや。そんなわけでね、この1円キャンペーンの情報、これはね、本物らしかったんで、カートに入れて進むとこまでちゃんと行けるのも確認できたので、これは改めてまたね、情報をまとめてみたいと思います。今回はね、一発目の動画の速報ということで、この動画を作りました。ね、ジョーさん、ありがとうね。情報いただいてね。これはね、有効活用させていただきます。ね、ありがとう。こういう情報いっぱいあったらね、おじいのところにまたコメントしてください。ありがとうね、ジョーさん。そう、ジョーさん、あともう一個なんだけど、まあ、ここでちょっと一緒に、ちょっと、ごめんね、ここでね、もう一個コメントいただいてるんだよね、これね。いつもアイビデオ社の情報提供し、ありがとうございました。ね、で、アイビデオ社の304は、高速使い放題というと、あと低速使い放題の au1Mbps を選択できますってことでね、ありがとうございます。で、このリンク先をね、これをポチると、まあ、こっちの方かっていうけど、まあ、そちらの方に行った時はね、それも選択肢があるよということでね、まあ、過去にあったんだよね、この au を選ぶこともできて、で、海外経由で注文すると日本から送られて届くんだけどね、それね、海外経由の注文ね、怒られたんだよ。おじいも501在庫なくなった時に、視聴者さんから教えてもらってね、日本からの注文ページだともう売り切れになってるけど、海外からだったら注文できるよっつってね、で海外経由で注文したんだよね。
で手元届いて、あの他のみんなもね注文した人は届いたんだけど、怒られたあるよ日本の偉い人に。日本のお客さんは日本から注文してくれないと困ります、めんどくさいです海外から注文してきたので、あのその時のクレジットカード決済だから、あの日本円と海外のドル計算だとね、あのちょっと割高になるからね、あの勝負安くしろ、もう1ドル安くしろとかね、もう困りますって言ってね、ろくなこと言わないでくださいって怒られたことがあるんでね、これ海外の方の情報はこれはねちょっと日本ではあんま使えないかな。あの過去にね、過去にこのおじいも au 使わせてもらって、おじいのところでは au はねちょっとあのあんまり使い物にならなかったんだけど、あのバッテリーの持ちが非常に良くてね、であのイケケンチャンネルさんね、同じようにあのね、あの YouTuber でね、あのお声掛けした方がいてね、であのその方もね、まあ気になるってことで、まあ au はね、あの一回借りてた方なんだけど、すごい気に入っててね、あれは電池持ちが良かったって。おじいのところではちょっとふらついちゃったんだよね、あれだけど、まあ、1Mbps の低速プランがあるって、これ日本でもあるのかな。ね、これは1ヶ月注文できるってこと？ちょっと待ってね、これはちょっとあれだな、かわしちゃったな、これは。うん、注文ページの方だもんね。あ、違うな。韓国中、韓国中国とかなんか、あ、いろいろ、あ、ごめん。すごい広いんだね。うん、わかんない。なんか盗難とかなんか、なんとかしようと、あ、ちょっとエリアが広すぎて、ちょっと味わかんないが、どこ見たらいいんだろう。台湾のとこ見ればいいの、うん、いろんな種類があるよね。あの、ポケット Wi-Fi がね。OK。これはちょっとね、おじいね、わかんないや。ごめん、ごめん。うん、これはそこで注文しても、日本で出してるかもしれないんだけど、それはね、日本の中の人に多分怒られるんでね、これはちょっと紹介できないあるよ、これね。これは、怒られるあるよ。日本の方は日本から注文してくんないと困りますってね、一回怒られてるから、うん。本社の方針に、まあ、従うと思うから、本社が OK って言えば OK かもしれないけど、これはね、ちょっと難しいあるよ、これはね。うん、ただ 1Mbps のこういうのもあるってことなんだね。でもこれはジャパンポケット Wi-Fi au。あ、本当だ。本当だ。ジャパン Wi-Fi だ。ジャパン Wi-Fi でこれ注文できるんだ。これでも1ヶ月じゃないでしょ。1ヶ月いくらってないでしょ。スペシャルプライスって1日 1.6 ドルでしょ。マンスリーがないね、マンスリー。ね、マンスリーがないよね。OK、うん。でもこういうものもね、あるよっていうことでね、情報提供いただいてありがとうございます。何か有効活用できたらね、またさせてもらうね。まあ、おじいの有効活用っていうと、あんまろくでもないかもしれないけど、ありがとうございます。じゃあね、以上さんね、うん、以上さん、多分これ本物の方だと思うんでね、うん、おじい一応ちゃんとね、これコメント承認許可しとくからね、この不適切な言葉って何だろう、多分これリンクのことかな、ね、うん、あのね、同じ文章、張さん、あのね、これね、コメントね、同じのをコピペすると、何回か繰り返すとね、スパムになっちゃうからね、気をつけてね、ここね、なんか一文字変えてくれるといいかもしれない。まあ全部一緒じゃないからね、確認のために入ったけど、同じようだとね、これスパムになっちゃうんだよね。これスパムはなんだこれ。よいしょ。あ、これか。今スパムが入ってからなんだろうなと思ったけど、チャンネル登録しました。よろしかったら、
こちらもぜひよろしくお願いします。 で、もうどんどんスパムになっちゃうから、こういうの同じ文章をコピーするんだね。はい、そんなわけで一段落しましょう。改めて 603HW の1円キャンペーンのね、お話は作りたいと思います。まあ、だけど翔さんありがとうございました。これからもおじいと仲良くしてね、ありがとうね。日本のね、トップの方に言っといてね、おじいあんまいじめないでねってね、おじいの紹介で注文してくれる方もいるからね。多分おじいの紹介で注文してくれてる方もね、いると思うからね、あまり怒んないでって言っといて、お願いね、頼むね。じゃあね。